2020年前半の議長国クロアチアのロゴ欧州連合理事会議長国とは、任期6ヶ月の輪番制で欧州連合理事会を取りまとめる欧州連合加盟国。単独の人物が議長を務めるというものではなく、議長国政府が一体として業務を行っており、欧州連合の政策方針は任期にある国の影響を受けることになる。 6ヶ月の輪番制を取ることになってはいるものの2007年以降は当期の議長国とその前後の議長国が共通の政治計画に従って協力している欧州連合理事会議長国は EU 議長国という表現が用いられることがあるがその主たる目的は欧州連合理事会の各会議の運営や議事進行を務めることであるところが実際のところは 困難な課題に対する妥協点を模索することになっている。閣理事会会議の議長は議長国のそれぞれの政策分野の担当閣僚が務めている。議長役はその任期が6ヶ月と短いこともあり、一部分野の課題に対して共同して対処することがある。連続3期の議長国が一体となり、1年半の期間でもって前期の議長国と共有する課題を 当期の議長国が任期満了まで取り組むという体制が取られる。この制度は基本条約などで規定されていないものではあるが、議長の運営上で定着したものとなっている。この体制により、加盟して日の浅い国が議長を速やかに務めることができるようになり、また同時に長らく加盟している国の議長としての経験を継承することができるという狙いがある。 欧州連合理事会議長国は6ヶ月の期間をあらかじめ定められた順番に従って各加盟国が担ってきた。ありがとうございます。